こんにちは、ひろくん TV です。前回の続き、長安寺の岩倉についてお話しします。八重山に登るためには、大分県豊後高田市大和座加齢川635番地にある長安寺を目指します。前回の続き、八重山城址跡の入り口から始まります。以前はこの広場の駐車場までは車で来れたようですが、落石や倒木等で今は車では来れません。車はお寺の駐車場に停め、そこから歩きとなります。看板には石塁と書かれていますが、岩倉が始まる先端部分だと思われます。石塁は防備を固める手段で、土塁を使うこともあります。しかしこの場所だけに石が集まっているのも不自然です。楠町にある山城角群山は石塁、土塁ともに計画的に配置されていました。迫り来る脅威に対し、山城を建設する時間が足りなかったのか、作るための労力が足りなかったのか、城に籠城するという発想ではなく、見張り台的なものではなかったかと思われます。岩が密集する場所を抜けると、やがて大石が見つかりました。登山道の左脇にその石は蓋を刺していました。大石が見つかれば必ず岩倉もあります。登山道の右側にある森に注目しました。樹木の成長具合を見ると、戦後に植えられた杉の木が残存しています。山頂部分ということもあり、風が強い場所なので成長がなかなかできないようです。森を進んでいくと、やはりありました。大きな岩が寄り添うように置かれ、その間が三角形の空間ができています。岩の材質は火成岩の一種、安山岩でできています。岩の周りを詳しく調べてみます。すずり岩があり、その奥の大きな岩に何やら線が入っているので、ブラッシングして確認します。やはりこの岩だけはペグマタイプのラインが入っていました。古代の祭祀場ではよく見かける岩です。岩倉の真上から見てみましょう。岩が円形に配置されています。この岩の三角形が示す方向には猪群山があります。さらに八重山の先端部分に向かいます。東を示す大石がありました。別名包丁岩とも呼ばれ、岩の上部が包丁の刃のように尖っています。
包丁岩を過ぎると最初の堀切が目に入ってきます。堀切を越えると猪村山を示す大石がありました。大石を過ぎると巨石が直線状に並べられたり、東西南北に配置されたような石も見受けられます。古神道の祭祀場でよく見る亀石です。さらに先端部分に進みます。八重山の一番高い場所には頂上石のようなものがあります。時代の流れで支配者や信仰する宗教が変わり、祠を建てたのでしょう。大きな岩にも手水舎のように穴が掘られています。頂上付近からさらに先端部分に進みます。石灯籠が見えてきました。この周辺は戦国時代に山城としてかなり整地されています。石灯籠は大岩の上に最近作られたものです。最近という表現は数百年、1000年ほどの意味です。先端部分まで来たので、ドローンを使い調査します。森に覆われ、足元の形状がわからないため、空から
探索します。現代では人工衛星からの撮影でたくさんの不思議なものが見えてきます。カナダにあるインディアンヘッドロックやオーストラリア大陸にあるマウントコナー、ナスカの地上絵、南アフリカ大陸にあるフェルヌークパン遺跡、そしてここ大分県には井上さんのスポンサークルや米神山、佐田教石といった古代神道の遺跡がたくさんあります。Google Earth で上空から見ると、八重山も鬼門方向を指す山になっています。三重町にある稲積山も鬼門方向を指していました。ドローンで八重山の先端部分を調査すると、先端部分にテラスが確認されました。ドローンを回収し、テラスまで降りてみました。すると、そこから見る光景は、古代のシャーマンが井上さんのスポンサークルに祈りを捧げるような場所でした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。